ちは、わちゃぴです。今回は初心者向けによく使われるノンダイアトニックコードとノンダイアトニックスケールを簡単に解説したいと思います。それぞれの詳しい解説は概要欄にリンクを貼っておきますので、それを参考にしてください。そのキーの中の音だけを使ったコードをダイアトニックコードと言います。例えば、キー C なら C メジャースケール上の音だけを使ったコードということです。このメジャースケールの音を3度で積んだこれらがキー C のダイアトニックコードというわけです。キー C で言うと、すべて発鍵だけでできているということになります。そして、これらのコードに対応するスケールはダイアトニックスケールと呼ばれます。キー C で言うと、一つでも黒鍵が入れば、それはダイアトニックコードではありません。例えばこのようなコードです。このように C ダイアトニックスケール以外の音が入っているコードをノンダイアトニックコードと言います。4声ではなくトライアドでも同じです。この場合は E フラットがノンダイアトニックコードです。ノンダイアトニックコードは一時的転調と考えることもできますが、このように明らかに転調している場合はノンダイアトニックコードとは言いません。ノンダイアトニックコードに対するスケールも当然ダイアトニックスケール以外の音が入ります。そのようなスケールは、ダイアトニックスケールに対して、ノンダイアトニックスケールと呼ばれます。ダイアトニックコードは7つしかないわけですから、それ以外のコードはすべてノンダイアトニックコードということになります。そうなると、かなりの数になってしまいます。しかし、その中でも特によく使われるものがいくつかあります。その代表的なものを紹介していきましょう。この D7 がセカンダリードミナントです。最もよく使われるノンダイアトニックコードがこのセカンダリードミナントかもしれません。セカンダリードミナントとはダイアトニックコードに対するドミナントコードのことです。例えば Bm7 に解決する A7、Fm7 に解決する C7、Am7 に解決する E7 などがそうです。そして最初の例のように、そのキーの5に解決する27だけは特にドッペルドミナントと呼ぶこともあります。キー C で言うと5の G7 に対するドミナントである D7 がドッペルドミナントです。ドミナントコードに対応するスケールはいくつもありますが、この場合ミクソリディアンを使うのが自然でしょう。詳しくはこちらの動画を参考にしてください。この Db7 が G7 の裏コードです。G7 の代理に Db7 が使えるということです。ドミナントコードがトニックに解決すると安定した終止感があるのは、トライトーンである3度7度がトニックのルート3度に解決するからです。G7 で言うとシとファがトライトーンです。このシがドに、ファがミに解決することによって終止感が生まれるわけです。このトライトーンが G
G7 と Db7 は共通なので、代理コードとして使えるということです。スケールとしては、リディアンセブンスを使うのが良いでしょう。詳しくはこちらの動画を参考にしてください。ちなみに、先ほどのセカンダリードミナントも裏コードにすることができます。3小節目の Fm7 がサブドミナントマイナーです。Fm7 がサブドミナントなので、そのマイナーコードということで、サブドミナントマイナーと呼ばれます。この Fm7 は、同主調であるキー Cm からの借用です。キー Cm の調合は、このようにフラットが3つです。というわけで、Fm7 に対応するスケールは、F ドリアンということになります。詳しくはこちらの動画を参考にしてください。ダイアトニックコードが全音で進行するとき、その間にディミニッシュを挟むことがあります。この例の場合、Cm7 と Bm7 の間に Cシャープディミニッシュ7を挟むことにより、ルートが半音で上行し、とても綺麗な進行になります。このように Cシャープディミニッシュ7と A7フラット9はほぼ同じ構成音です。要するに Bm7 に解決するドミナントである A7 の代理として Cシャープディミニッシュ7が使えるということです。スケールはこのようになります。詳しくはこちらの動画を参考にしてください。このように、あるコードに半音で平行に解決するコード進行です。Bm7 の前に Bm7 をCm7 の前に Dm7 を加えています。スケールはそれぞれ Bb ドリアン、Db リリアンが良いでしょう。このように半音2つ下がるというのもよく見られます。詳しくはこちらの動画を参考にしてください。Fm3、Fm6、Fm7 もよく使われるノンダイアトニックコードです。3声のトライアドにしてみました。これはビートルズなども対応しています。これらもサブドミナントマイナーと同じで同主調からの借用です。というわけでスケールはキー Cm の調合と同じで Cm にフラットがつきます。スケールはそれぞれこのようになります。詳しくはこちらの動画を参考にしてください。よく使われるノンダイアトニックコードとそれに対応するスケールを解説しました。今回はとても簡単にしか紹介していないので、それぞれを詳しく解説した動画を参考にしてください。もちろんノンダイアトニックコードは今回紹介したものが全てではありません。しかしコードを分析していて、そのキーの中にはないコードが出てきたときは、今回紹介したもののどれかである可能性が高いと思われます。どれにも当てはまらない場合は、
今回紹介したものの代理、もしくはそれを発展させたものかもしれません。いろんなコード進行を分析することは作曲や編曲にとても役立つので、ぜひいろんな曲を分析してみてください。では今回の動画は以上になります。このチャンネルではピアノを使った作曲やアレンジのノウハウなどを紹介しています。概要欄のブログとも連動しているので、ぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。